狙ってくるか合わせるか。中に柔らかいボール、ヘッドは藤崎、決まった。先制ゴールは沼津、センターバックの藤崎が決めました。 J 初ゴールとなっています。藤崎のゴール、沼津が先制点奪いました。そして北九州も今日も追いかける展開と変わっています。セットプレーからの得点、やはり北九州今シーズンの失点は全てセットプレーからとなっています。